皆さんこんにちは。芸能人、有名人の中には喧嘩が強いということを自慢げに話している人がいます。また本当に喧嘩が強くて伝説のようになっている人もいますよね。今回は喧嘩最強の伝説を持つ芸能人、有名人をまとめました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。大木ボンドさんも喧嘩最強説を持っている芸能人です。大木ボンドさんはあまり喧嘩が強いというイメージはないですよね。むしろ喧嘩とは無縁というイメージがあります。でも大木ボンドさんは千代の富士やアントニオ猪木さんのボディーガードをやっていたことがあります。もうこの2人のボディーガードを務められるというだけで喧嘩が強いことは間違いないですよね。草野仁、世界不思議発見の司会を務める草野仁さんはムキムキの筋肉を持っていることで有名ですよね。剣道は2段、さらに東大時代には相撲で長崎県の国体県代表選出大会に出場し優勝しています。さらに NHK のアナウンサー時代には関西大学のレスリングを取材した時、レスリングは未経験なのに現役選手にフォール勝ちをしたこともあるという伝説を持っています。喧嘩に明け暮れていたわけではありませんが、喧嘩をしたら最強であることは間違いないでしょう。南こうせつさんは穏やかで優しそうな雰囲気がありますので喧嘩とは無縁のようなイメージがありますが、そんなことはありません。喧嘩最強とも言われる人なんです。新幹線内でヤクザが酔っ払っていたのを見て態度が悪いと胸ぐらをつかんで黙らせたり、同じく喧嘩っ早い長渕剛さんを土下座させたことがあったりなど、ものすごい伝説を持っています。見た目とのギャップがあるので余計に怖いのかもしれません。4点、吉川浩二。ミュージシャンで俳優の吉川浩二さんはボクシング経験者の友達とお酒を飲んでいた時に喧嘩になり相手を骨折させたことがあるという逸話の持ち主です。3発殴って2箇所を骨折させるって相当喧嘩が強いですよね。また吉川浩二さんは水球をやっていましたが、水の中ならジャイアンドババに勝てると語ったこともあるほどです。ボクシング経験者を3発殴って2箇所骨折というエピソードを聞くと信憑性がある発言だと思います。相川翔さんも喧嘩最強伝説を持つ芸能人です。まず見た目からして喧嘩が強そうですよね。相川翔さんは光源氏の諸星和美さんと六本木で遊んでいた時に暴走族に絡まれたことがあったそうです。この時諸星さんを安全な車の中で待たせて相川翔さんが一人で暴走族をボッコボコにしたんです。このエピソードはめちゃくちゃかっこいいですね。6、石垣優馬さんは幼少期から剣道、柔道、空手、さらにテコンドーまでやっているので喧嘩が強いことは間違いありません。2008年には新宿歌舞伎町の居酒屋店員と喧嘩になり、店員を殴りつけさらに駆けつけた警官を蹴ってしまうという事件を起こしました。喧嘩は強くても警官を蹴り上げるのは NG ですよね。7、重岡健作。お笑いコンビのラフコントロールの重岡健作さんはなんと元暴力団員です。重岡健作さんは16歳の頃に極道に入り、少年院に入って極道から足を洗ったとのことです。喧嘩最強で暴力団員に喧嘩を吹っかけたところを極道にスカウトされたそうです。極道から足を洗った後も闇討ちされたり襲いかかられたりしたことがあるけれど、全部返り討ちにしたとのことです。さすが極道にスカウトされただけのことはあります。もしかしたら重岡健作さんが喧嘩最強の芸能人かもしれませんね。8、佐田正樹。バッドボーイズの佐田正樹さんは暴走族の総長だった過去があり、喧嘩最強と言われる芸能人の一人です。喧嘩無敗伝説を持ち、高校に入学してすぐに先輩を殴って停学になります。さらに暴走族同士の抗争では総長同士が山で怠慢を張る山怠慢でも勝利を収めています。同じ高校の学生からも喧嘩を売られて怠慢で喧嘩をしますが、必要以上にボコボコにしてしまい警察が学校まで来たこともあるそうです。何より佐田さんといえば、高校のハワイへの修学旅行の出発日に警察に逮捕されたというエピソードで有名ですね。旧ヨシキ、XJAPAN のヨシキさんはすぐに切れて暴れ出すというエピソードを持っています。カレーが辛くて切れたり、シャワーが熱くて切れたり、自分が遅刻したのに遅刻を注意してきた布袋寅泰さんに殴りかかろうとしたり、自伝では喧嘩に負けることもあると語っていますが、この狂犬ぶりを見るとある意味ヨシキさんが喧嘩最強といえる芸能人かもしれません。10、鈴木拓。ドランクドラゴンの鈴木拓さんはブラジリアン柔術を長年習っていて、
かなりの腕前です。養成所時代に喧嘩した芸人仲間10人の中で全員に勝利し、そのうち3人が骨を折る重傷だったとのことです。以前オードリーの若林さんが、先輩ばかりで前に出れないけれどどうしたらいいですかと鈴木さんに相談したら、鈴木さんは格闘技を習え、 MC の人を殴って勝てるって思ったら前に出れるとアドバイスをしたとラジオで話していました。そう思えるほど鈴木拓さんは喧嘩が強いということですよね。11森克幸、元 SMAP の森克幸さんはバラエティ番組で素人が SMAP メンバーに暴言を吐いて膝蹴りをした時に切れて、その素人の側頭部に上段回し蹴りを一発入れたことがありました。側頭部に蹴りを入れられた素人は救急搬送されました。この時の鮮やかな蹴りを見ると森さんは相当喧嘩が強いことは間違いありません。その後に芸能界を引退してしまったので、余計に森くん喧嘩最強エピソードが伝説化しているのだと思われます。12生島ひろし、フリーアナウンサーの生島ひろしさんは穏やかなイメージがありますが、実はかなりの武闘派で喧嘩最強説がある芸能人なんです。若い頃に喧嘩を15、20戦したけれど負けたことはないと話しています。また新幹線でマネージャーが柄の悪そうな人に絡まれた時に、デッキに連れて行って準備運動をしたら相手の男が逃げていったというエピソードも持っています。また30年以上前に生島さんは大柄な男にいきなり殴られ、その男が他の通行人に暴力を振るっていたので、その男に回し蹴りを決めて警察に連れて行ったという伝説も持っています。人は見かけによらないですね。13氷室京介、ミュージシャンの氷室京介さんは中学時代はかなり悪だったようで、喧嘩ばかりをしていたそうです。喧嘩がかなり強かったので帝王と呼ばれる存在だったのだとか。帝王という異名はすごいですね。しかも吉川浩二さんは氷室京介さんの喧嘩の強さを路上のプロだもんと語っています。14点布袋寅泰、布袋寅泰さんも喧嘩最強と言われる芸能人の一人です。布袋寅泰さんの187センチメートルの長身であの風貌&雰囲気だったら喧嘩が強いのは間違いありません。2007年には芥川賞作家の町田康さんをタクシーの中で殴り、さらに車を降りた後も蹴って全治2週間の怪我を負わせています。15岡田准一、 V6 の岡田准一さんはジークンドー、カリ、 USA シュートの3つの格闘技を習い、3つともインストラクターを取得するほどに極めています。ドラマや映画でもアクションを難なくこなしているところを見ると身体能力が高いことがわかります。実際に喧嘩したことはないかもしれませんが、喧嘩をしたら間違いなく強いですよね。16アスカ、ミュージシャンのアスカさんはゲームセンターのパンチ力の測定マシンで、元 K-1 ファイターで空手家の佐竹正明さんと元ボクシング世界チャンピオンの具志堅用高さんに圧勝したという伝説を持っています。この2人にパンチ力で圧勝するということはほぼ間違いなく喧嘩は強いですよね。アスカさんは喧嘩最強なのかもしれません。17ウド鈴木、キャイのウド鈴木さんは柔道の有段者で、実は喧嘩が強いことで有名です。普段は天然っぽくて温厚な性格をしていますが、実は喧嘩が最強なのかもしれません。以前出川哲夫さんがチーマーに絡まれた時は、出川さんを守るべくチーマー集団に立ち向かっていったというエピソードを持っています。ウド鈴木さんのような人が切れたら本当に怖そうですよね。18条山中、ミュージシャンの城山中さんは父親の顔を知らず、小学生の時に母親を亡くし、さらに自宅が全焼するという不遇の少年時代を送ります。その結果腕っぷしが強くなり、喧嘩が強いことで有名だったので、金ピラジムにスカウトされプロボクサーとなります。またミュージシャンになった後は安岡力也さんとタイマンを張ってボコボコにしたというエピソードがあります。さらに日比谷野外音楽堂でコンサート中に全教頭のメンバー十数人から殴り込みをかけられたけれどが、返り討ちにし、さらにコンサートが終わった後にその殴り込んできた人を追いかけてボコボコにしたこともあるんです。まさに喧嘩最強のレジェンドですね。19ジェリー藤尾、ジェリー藤尾さんは若い頃はグレン隊の用心棒をしていたほど喧嘩が強かった芸能人です。命知らずの藤尾と呼ばれるほどで、新宿の不良の間では有名な存在だったようです。あまりにも喧嘩が強かったため、ジェリー藤尾さんが通る時にはヤクザが道を開けたという伝説があります。二重四方見悦子、
女優の志保美悦子さんはジャパンアクションクラブ出身の女優さんで、アクションもこなすことができます。これだけですでに喧嘩は強そうですが、志保美悦子さんといえば元夫の長渕剛さんをハイキックで KO したことで有名ですよね。空手をやっていた志保美悦子さんは長渕剛さんから DV されても我慢していましたが、我慢の限界に来た時に長渕さんにハイキックを入れて KO しているんです。このエピソードを聞くと喧嘩が強いのは間違いないでしょう。21アビル優、タレントのアビル優さんはかなり悪かったことは有名ですよね。中学時代には集団窃盗をして店を一軒潰していることをテレビで公表したこともあります。さらにクラブの VIP ルームで木下ゆうきなさんと鉢合わせして、木下ゆうきなさんに絡んだらうざがられてしまい、それに怒ったアビル優さんが木下ゆうきなさんをボコボコにしたというエピソードもあります。22点、木下ゆうきな。木下ゆうきなさんは学生時代は喧嘩に明け暮れていたことをテレビで告白しています。喧嘩が強くて喧嘩でのし上がり、副番長にまでなったと自慢げに話していました。タレント活動を自粛、引退する原因となったタピオカ店への恐喝メッセージを見ても、学生時代は相当悪く、自分の喧嘩の強さに自信を持っていることがわかります。23、池田美優。みちょぱこと池田美優さんも学生時代は喧嘩が強かったと自分で語っています。喧嘩相手の服を破って泣かせてしまったこともあるのだとか。みちょぱといえば元彼が塀の中に入ってしまったというエピソードが有名ですが、そのような人と付き合っていたということからも喧嘩が強かったのは間違いないでしょう。24、和田アキ子。和田アキ子さんも芸能界で喧嘩最強と言われている芸能人です。ゴッド姉ちゃんというニックネームもありますし、共演している芸能人のエピソードを聞いても喧嘩が強いことは間違いなさそうです。中学生になってからは毎日のように喧嘩をしており、中学2年の頃には大阪では知らない人がいないほどの番長になっていたのだとか。いかがでしたか？今回は喧嘩最強の芸能人、有名人と喧嘩エピソードをまとめました。喧嘩最強を売りにしている人もいますが、意外な方がたくさんいましたよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。